こんにちは、ちょめです。2024年9月25日の17時52分に撮影しております。見てください、これメンテ後、今日メンテナンスがあったんですよ。で、この柱は前の動画で出しましたよね。この上ですよ、豚ちゃんで、豚ちゃんとトロッコが出たんですよ。だから私トラッコにして、このところ豚ちゃん出てますよ。豚ちゃん、ファミ通で、あとドラゴン今出ました。これやばいっす。これ出やすくしてくれたのかな。だから今もう必死でなんかプレゼントのスタミナをかき集めてたり、ダイヤ砕いたりとかしてやってますね。あとショップのやつ、 CM 視聴のやつ、これパス、まだ私買ってないんですけど、これはなんか良さそうな感じしますね。購入後すぐに30日。これちょっとまだ仕様がよく分かってないんで、ちょっと今様子見してますけど、これ1日に何回も見れるんだったら私購入しようと思っております。ちょっと他の人の情報を見てから、すいませんね、私がこれ買ってから試さなくていや、それよりね、本当にね、すごい。ちょっと今ね、ここの豚の足跡ディグってるんですよ。ちょっとディグってみますか。ちなみに今のディグってるメンバーはこの4番ですね。私あんま関係ないと思いますけどね。そこまで賢さも高くないし、で、オートでずっとやってました。で、アイテムはまあ一応賢さのアイテム入れて、まあ、ジャンヌに入れてるのは賢さ順で並べたらジャンヌが2、まあ、要するに賢さ順に並べたらこんな感じの上位5匹選んだみたいな感じで、で、これ黄金のかけらあまりね引いてないです。私黄金のかけらをに関しては1回ぐらいですよ。本当に途中で途切れたやつやったら全部の結果見せてもいいんですけどね。で、あまりこの CM 変えてないですよ。2、3回ぐらいしか変えてない気がするすごいよこれ。で、この後ですよね、進む。私動画撮り始めた。で、これはね、見つけた手がかりの右上からこのCM 視聴をすることで手がかりの内容を変えることができる。これは変えることができるんですよ。ただ変えた後は、ここ変えれないんですよ、右上。だから、この真ん中のところ、縄張りとかで妥協してました、私。この妥協しても出るんですよ。やばくないですか？すごいですよ、これ今。ちょっとまた変わる前に確率が、今のうちにやってやろうみたいな感じでやってますけどね。明日のバルタン星人。メンテ後で設定バグってるんじゃないの？バグってるってか、ミスってるんじゃないの？いや、まあでもこれ仕様ですからね。バグとかじゃないですよ。こういう仕様なのかもしれない。私はこういう仕様になったと思ってやってますからね。すごいよ。大サービスなのかもしれない。メンテ後の。それか人によって違うかも。どうなんだろうね。他の人は出てんのかね、普通に。どうなんだろう。ちょっとまだね、全然メンテ明けで、まあ遊んでる人はいるのか。結構アンバーとかも出てるんですかね。あとジルくんとか、ジルさんね。いや、私だけ運がいい。いや、でもね、私今めちゃめちゃ出てますけど、昨日から今日のメンテ前まで豚ちゃん一匹も出なかったんですよ。マジで9連続ぐらい豚ちゃん出なかったんですよ、豚の足跡やってから。だからそれが報われたみたいな感じですかね。え、本当にね、豚の足跡メンテ前ですよ、9回ぐらいディグってるんですよ。9回とも外れてましたからね。だからその分の運が今返ってきたって可能性もあるよね。で、これもね、右上見せたいんですけどね、これはね、もう普通に縄張りは縄張りで選びます。エクセレントだし、縄張りで辿っていても出るから、ブタちゃん。今は今後どうなってるか。いや、でもね、このぐらいの方がマジで楽しい。パンドランド、これデフォルトにしてほしいです。でもね、こんなに頑張ってブタちゃん集めても星5厳しいですよ。9月30日までですよね。だからまあ星4が、まあ、2匹、まあ、3匹作れたらいいなみたいな。で、ブタちゃん以外も集めたいとなると、いや、やっぱりね、このぐらいの確率の方がいいですね、やっぱパンダランド。だからこういう設定にしてくれたのかもしれない。ちゃんとブタちゃんのところでディグって賢さを上げてたらちゃんと。だから私このキャラクター今までちゃんと育ててってよかったですよ。だからこのキャラクターを育ててた人が報われる世界なのかもしれない。本当ありがたいです。調査ポイントが多かったりとか、エクセレントを出したらいいキャラが出るようになってる。これはもうキャラクターを育てる意味がありますからね。だから本当にありがたいですよね、そういう設定になってたら。結果はどうなのか分かりませんけどね。さあ、いきますか。
これ実況を撮り始めてから出なくなったら困るな。これは未発見キャラが見つかりやすくなるか。一回変えてみます。これね、私、ちょっと CM 視聴して変えてみますか。試しにね、実況ですからね。CM 視聴してるところはちょっとカットしてます。で、今見終わりました。見終わったらこんな感じに見つけた手がかりが変わるんですよ。変わるんですが、右上、見てください。もう変更ができないんですよ。だからもうこの中から選ばないといけない。コーレアアイテムか。お、なんかいい。コーレアキャラ入手チャンスアップ。でも水か。コーレア未発見キャラ入手チャンスアップ。あ、こっちにしてみるか。ちょっと水はちょっといいや、今は。今ちょっと光の上でディグって見てください、この豚ちゃんの量。もう消えかかってる豚ちゃんが私が足したやつ。ファミ通も嬉しかったからファミ通出して、トロッコもあってからね。いや、すごい。今のうちに本当、あ、これで終わりか、ディグル。こういう仕様にしてくれた、このままでいいと思いますよ、私。めちゃめちゃ楽しいですもん、パンドランドが。本当に。いや、昨日までね、マジで9連続ぐらい豚の足跡で出なかったから、もうパンドランド。ああ、これがやめたくなる人なのかな、みたいな感じで。これは休止したくなるな、とか思ってたんですけど、今日めちゃめちゃ出て楽しい。わあ、やばい、パンドランド今後も続きを見合った。いや、私ね、パンドランド何度も何度もね、過去やめたくなった時あるんですよ。でもね、やめたくなった時に、いつもこんな感じに運が向いてきてからさ、すごいすごい、本当に。すごいよ、みんなどうなってるんだろう、後で見よう。X とか。ねえ、どうなんだろうね。さあさあさあ、これ仕様じゃなかったら嫌だな。明日になったら出なくなっちゃったりとかしたら嫌だな。さあ、この後ですよ。いつもだったら豚ちゃん結構出てる。ほら見てください、やばくないこれ。普通に出てるんだよ。マジで。私一回しか変更してないですよね、 CM スキップのやつ。チームもね、普通なんですよ、本当に。あの、こんな感じですよ。賢さが3000超えてるからなのかな。いや、でもそれはありがたいですよ。だってちゃんと育ててるんですから。いや、でもね、朝出なかったんですけどね。ちょっともう一回見ます、冒険記録。まあ、これね、今不正できますからね。これ、あの、タップしてバツをして、ここか、右上のゴミ箱で捨ててから冒険記録偽装することできますからね。でもこれ偽装する意味がない、本当に。本当に出てる、これはマジでリアルタイムで。ね、これ偽装して、ね、こう、だから、あの、ゴミ箱にして、あ、こんなに出ましたみたいな感じが、なんかできなくなっちゃったみたいな感じになってるけど、本当に出てます、これ。あの、メンテ後。で、これが昨日のやつですね。この上はちょっと今日出したかな。で、武将列島とかに行ったんですよ、私途中。旅に出ました。あまりにも豚ちゃんが出なくて、昨日とか。この辺りも本当、豚ちゃん出なかったんですよ。で、こっちも。これが、あの、3日前の豚、あの、9月23日の豚の足跡。で、こっちが9月24日の、ま、豚の足跡みたいな感じですかね。で、これも朝ちょっとここやったけど、これメンテ前出なかったんですよ、本当に。やばいな。ちょっとプレゼントでもらってやるか。じゃあ出すだけ出しとこう、今のうちに。お、スタミナ90運営チームからお詫びも来ましたよ。ありがとうございます。このガチャチケットはコラボイベントのやつか。ログインしてもらってなかったやつだ。よしよし。で、この辺とか広告見てからもらえるやつを貯めてるんですよ、私。ちょっと消費しとくか。明日のバルタン星人イベントで使おうかと思ったけど、今はもしこれがあのサービスタイム、この1日のやつでもやっとくか。もうちょっと出そう。じゃあちょっとディグりますか。これ回収は大変だけどね、数週間程度だったら普通に回収できると思いますね。まあ今回は、まあ、CM 視聴したら変えれるみたいな感じのやつを。だからこの CM 視聴が来たから、この変なのしか来ない、出てこなくなるかと思ったんですけど、それはなかったですね。普通に楽しめますね。でも1日に何度も変えれるんだったらね、1回こんな感じに、私はちょっと購入すると思いますね、今後のためにね。あと実況中カットしなくてもいいですし、 CM カットのやつを買ってたらね。いやー楽しみだな。ウルトラマンコラボが始まったぐらいにちょっと課金して買っとこうかな。今ちょっともうただ回収するだけだから、しばらくは。いや、神アップデートよ、今回は。本来はこの黄金のかけらをね、
辿っていくんですけど、まあ途中で消える時もありますよ。消えたら消えたらで、まあ広告見るか、もしくはまあレアキャラの方を、ね、狙っていくかで大丈夫と思いますけど。いや、明日出なくなったらどうしよう。あとこの動画を投稿するか迷う。投稿して設定変えられたらショックよ、私は。これはそのままお蔵入りにしといて、なんだろう、時間が経ったら投稿しますか。そうしましょう。そうしよう。すぐ投稿はやめよう。あの、数ヶ月経った時に投稿しよう。こういうことがありましたみたいな感じで。まあでもその時に設定が変わってなかったらこれ仕様だったんだなみたいな感じで。うん、そうしましょうね。よし、こっそりやっとこう。いや、でも仕様だと思うよ、私は。普通に遊べてるからね。あの、バグとかじゃないです。これゲームの仕様ですからね。バグっていうのは明らかにも不正にやって、なんかキャラを増やしたりとかですから、ね、これ、純粋に私はディグってこの結果が出てるんで、仕様です、これは。設定ミスって言った方が正しいんですよ。バグではない。設定ミスです、運営さん。うん、こっちにしよっか。アップデート。未発見じゃないから、これでいっか。お、楽しいなぁ、パンドランド。めちゃめちゃ。よーし。じゃあ、ドラゴンそろそろ誰か討伐してくれたかな。ちょっともうちょっと待ってみる。本当はね、ドラゴン討伐してもらってから、リグった方がいいんですけどね。レード、一匹しか湧かないんですよね。誰かレイドをやってくれないかな。みんな今自分のやつで必死だろうな。どうなんだろう。後でフレンドさんの履歴見るの楽しみだな。アンバーとかめっちゃ出てんのかな。どうなんだろうね。すごいなこれ。ちょっと今 X 見てるけど、 X は、特にあんま変わんないみたいな感じかな。でも出やすいのかな。どうなんだろう。後でちょっとじっくり見るか。いやー楽しいな、ほんと。それしかない。本当に面って長かったけどね。あとお詫びもちゃんとあったしね。スタミナ最高よ、ほんと。お詫びのスタミナいつまでだろう。期限ちょっと見とかないといけない。それも明日バルタンの謎の遺跡があるからね。60秒以内は、あ、こういうのは変えた方がいいですね、キャラ狙ってるから。だからちょっと CM 見ますね。こういう時よ。で、今後表示しないっていうのはこれね、チェックしない方がいいと思いますよ。今後表示しないってチェック入れちゃったら、これ当たったら CM 見るになっちゃうんですよ。だから事故防ぐためにこれ今後表示しないはチェックしない方がいいと思います。これが入ってやった方がいいと思いますよ。さあ CM を見ました。こんな感じに変わるんですよね。お、黄金のかけらが復活しました。こういう使い方もあるという。ちょっと時間経って投稿しよう、この動画。最後水だから水にした方がいいかもしれないけど、まあ光でいきますか。すごい色違い狙う？どうなんだろうこれ。まあいっか、普通にいくか。まあでも回収のことも考えないとな、豚ちゃん。で、豚ちゃん星4を2つ作るためには、まあもうちょっと入手した方がいいのか。でも豚ちゃんの星5とか星6とかが出てくれたらいいんですけどね。星5が出たら豚ちゃんに引き分ですし、星6が出たら星3の豚ちゃんですしね。なかなか出ないですよ。星4の豚ちゃんしか出ないな。よし、いけいけいけ。おっと、いやー楽しいな。ドラゴン誰かやってくれたかな。残り1時間になったらドラゴンをね、倒しますよ私。まあ、自分で倒してもいいんだけど、フレンドさんにお裾分けもできますから。X で嘆いた方がいいのかな。気づいてもらえないよね。うわ、変なのが出始めた。こういう時に変えるんですよ。いきますよ。で、今、リアル時間18時8分なんです。おー、いいね。これ、良くないです、めちゃめちゃ。最高ですよ、右上。ワンチャンあるみたいな感じで。これは、すごいわ。本当に。まあ、今回は、この、広告視聴をして、なんか、最後の結果とか、途中の結果を変える実況でした。皆さん、豚ちゃんで埋まりました。あれからね、合計数えたら、メンテ後16匹ほど出てました、こっから。このままの
仕様でやってほしいですね。理由が今9月25日なんですけど、このペースでやっても星5は多分作れないですね。課金しまくってスタミナ買ったらできるかもしれないけど、であと他のキャラとかもいろいろいるんで、このぐらいのバランスがちょうどいいと思いましたね。楽しいですし、あともう少しで星5が作れるんだったらスタミナ課金する人とかもっと増えるかもしれないし、まあこんな感じでね、最後の結果だけちょっとお見せしましたね。いや、あとはちょっと回収してまた数日後、変わってなかったらいいんですけどね、このままの状態で。いや、最高のゲームでした。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。